ラジオタンブラーの隠れ家表部屋。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、今週のラジオですね、始めていきたいと思います。はい、本日が10月の18日ですね、日曜日となります。はい、ラジオの方やっていきたいと思います。はい、すいません、先週はですね久しぶりにですね、一週ラジオの方お休みをさせていただきました。はい、体調の方をね、思いっきり崩しまして、はい、まあ、おかげさまでですね、現在はまあ、ようやっと回復してきたと。で、まだまだ病み上がり的なね、部分があって本調子とは言えないんですが、はい、まあ何度かね、回復してきましたと、はい、いうことです。まあちょうどね、一週間ラジオの方お休みしてしまいましたが、先週先々週くらいかな、なると思いますけど。10月の頭ぐらいからですかね。まあ、急激に寒くなってまいりまして、本当にね、まあ、これも覚えてる方、いらっしゃいますかね。僕夏のね、暑い時期に、ちょうどまあ、今治ったんですが、エアコン壊れまして。で、まあ、ライブ配信なんかもね、一週ぐらいもう、エアコン壊れてる状態で、1、2週分ぐらいかな、やってもう死にそうだみたいな話をしていたのが、ついこの間ですよ。はい。まあ、ついこの間なんですが、急激に寒くなりまして、で、ちょうど昨日ぐらいだったかな、土曜日ですけど、まあ、寒さがね、12月の例年並みの寒さという、くらいのね、寒さだったということみたいで、もう温暖化なのか寒冷化なのかよくわかんねえっていうね感じの、まあ急激に気温が切り替えまして、まあ体調崩しやすいですね、季節になっているというふうに思いますんで、まあ皆さんもですね、体調の方には気をつけていただければと思います。まあちょっとね、体調崩したのがですね、まあ症状的にはまあいわゆる風邪っていうか、まあウイルス感染かな、風邪よりも明らかにひどい症状だったんで、まあ、なんか腹も下したもんですから、まあ腹になんか変なウイルスでも入ったかなっていう感じの症状だったんですけど、まあちょっとそれ後半の方にですね、今ね、まあ例のコロナの問題があるものですから、まあそれと重ねてですね、自分でちょっと体調を崩してみて、なかなかこの難しい問題だなっていうふうに思ったことがありまして、まあそれについてもね、ちょっと後半の方に少しお話をしたいと思います。はい、ということで、まあ前半の方は僕の配信関係のね、告知連絡関係の話をしたいと思います。まあ一週空いてしまったんですが、一週間本当にですね、寝込んでて、申し訳ありませんがね、全然何もできてないという状態になってしまいましたんで、あんまりまあ一週間空いたからって言って、お話しできるような内容ってあんまりないんですけども、まあちょっと、改めてね、もう盛大に体調崩しましたんで、ちょっと進捗状というか、まあ今後のことについてですね、どんな感じになっていきそうかみたいな話を改めてですね、少しお話をしたいと思います。はい、まずですね、まあ新しい主にね、これ実況動画の新しいシリーズとかのことをなんですけども、一応新しいことをですね、いい加減、やり始めようと思って準備をしていましたが、それも全然進んでません。で、新しいことはですね、まあ、動画作りと、あとは、せっかくなんで、タイミングでですね、ちょっとしばらく、動画作りの、環境を変えるっていうようなことを、まあやってなかったんですけど、せっかく次の機会はまた新しいことをちょっと試していこうかなということで、マイク変えてみたりとかですね、編集環境を少しですね、変えてみようかなっていうような、ことも
考えていまして、まあ、これは裏方関係の話なんですけど、まあ、その辺もですね、いろいろとその変えたりとかっていうことを含めて、まあ、正しい動画を作っていこうというふうに、まあ、準備をしている、まあ、いるっていうか、まあ、いたんですけど、まあ、ちょっと、止まってます。はい。で、一周ですね、まるまる、まあ、一週間、厳密には二週間近くぐらいですかね。崩してましたんで、体調ね。とりあえず、ちょっと、一旦保留で、要はですね、平常運転でやっている、まあ、主に、まあ、サブチャンネルのね、動画投稿ですけど、サブチャンネルの動画投稿、あと、まあ、ブログの、記事の執筆、それから、まあ、まあ、一週一回、だけですけども、まあ、メインチャンネルの方でやっているこのラジオと、ライブ配信ですね。やってますけど。まあ、その辺のこの平常運転でとりあえず、こう、やり続けてるっていうことが、まあ、いくつか、あるわけですが、まあ、それで滞ってしまってる、ので、まあ、動画とね、ブログの、記事の執筆とかですね、それからちょっと滞ってしまってるので、しばらくは、それをまず、しばらく、作りだめ、書きためっていうかね、それをちょっとやっておいて、新しいことやれる余裕を少し、持っておきたいなというふうに思いますんで、ちょっとしばらくはですね、現状やってる、ことをですね、まあ、もう少しちょっと余裕を持っていろいろとこう、やりためておくということをですね、やることになるかなというふうに思います。はい。またですね、計画が、遅れが出てしまいまして、本当にね、ずっとこう前からですね、いい加減ちょっとこの、まあ、特にもうこうメインチャンネルの方のことを思ってるんですが、まあ、シビライゼーション6というゲームをやりまして、で、まあ、それによってですね、まあ、これも繰り返し話してますが、まあ、多くの、方にですね、新しく視聴していただけるようになったりとか、もう本当に僕なんかのラジオの、まあ、週一やってる、このラジオでですね、まあ、数十回ぐらいですね、再生いただくっていう、まあ、まあ、その程度とはいえですね、それでも昔なんか、このシビライゼーション6始める前の、視聴者の、感覚からするとですね、ラジオの、視聴回数なんてのはもう1とか2とかですね、それぐらいもあるかどうかぐらいの、こう、世界観でしたんで、まあ、本当にまあ、改めてですね、僕なんかまあ、この、ね、ラジオとかまで聞いていただいてる方っていうのは、もう本当にこう、ありがたい、方だなということで、いうふうに思っておりまして。うん、まあ、シビライゼーション6やりまして、で、動画のね、視聴者の数とか、あるいはチャンネル登録者とかね、そういったものも、こう、いろいろと増えたんですが、まあ、おまけで、こう、多少そこから興味持っていただいて、まあ、タンブラーってどんな、こと考えてる配信者なのかな、みたいなことを少し、まあ、興味持っていただいて、このラジオの方ですね、ここまで、まあ、聞いていただくっていうような方が、まあ、少しでもね、増えたっていうのは、すごいありがたいことだな、というふうに思ってます。で、まあ、そんな感じの、こう、シビライゼーション6なんですが、まあ、とはいえ、いえですね。まあ、その、シビライゼーション6やるまではですね、いろんな、こう、ゲームっていうのは、こう、並行して、配信してきまして、まあ、そういうような状態でやっていましたし、また、シビライゼーション6の動画よりもね、まあ、それ以前の動画みたいなのは結構、こう、エンタメ方向に、振っていた要素っていうのは多いんで、ちょっと、経路もね、少し違ってしまってるんですが、シビ6とね。まあ、という、元々がありますから、やはりね、そうそう、シビライゼーション6、以外の、まあ、動画っていうのも、昔みたいにですね、いろいろとこう、並行して、上げてってですね、やっていこうかなというようなことも、前々から思っていてですね、で、体調崩してというのをこう、定期的にですね、まあ、繰り返すことになってしまいながらですね、まあ、ここまで来てしまっているということで、まあ、
なかなか、世の中うまくいかんなと、いうことであるんですが、まあしかしですね、前々から言ってるように、まあ、ちょっと時間はどうしても、まあ、かかってしまう、ことはね、ありますが、まあしかし、続けてはいきたいと思いますんでね、まあ、細く長くでやっていきたいと思いますんで、まあ、いずれ、やりますんで、僕どんなにですね、こう、再生数とか少ない動画とかでもですね、昔のやつからそうなんですけど、ゲームのデータとか吹っ飛んでしまってね、それでやめるとかっていうようなことは過去もあったんですが、まあちょっと自分でやる気なくなっちゃってやめちゃったとかっていうようなことですね。そういうような形でやめたことはですね、過去ありませんので、まあ自分がこうやりたいというふうに思ったことは、まあどんな形であれやっていこうかなというふうには思っています。はい。ですので、まあいつかやります。いずれね、そのためにこう進んではいきますんで、歩みは遅いですが、はい。なんとかですね、無理ない、中でですね、やっていこうかなというふうには思っています。はい。まあ、そんな感じの進捗状況です。はい。ということで、まあ、しばらくですね、まとめますと、また、ブログの記事と、あと、サブチャンネル用の動画作成とかですね、そういったこととかっていうのを、ちょっと重点的にやっていって、まあ、しばらくですね、ちょっとその辺のストックが溜まってきて、手に余裕が、手が空いてきたらですね、次のことをやっていくっていうような感じのスケジュール感になってくるかなというふうには思います。はい。で、それからですね、ライブ、まあ、あと、なので、ちょっと体調、盛大崩したんですが、一応最低限、平常運転でやっていることについては途切れずにやります。はい。ということですね。まあ、それがお伝えしたかっただけです。はい。ただ、その代わり、ちょっと新しいことについてはだいぶまだ、先になっちゃうんですけど、一応まあ、なんとかですね、平常運転でやっていることについては途切れずにやっていくことができるというような予定で考えておりますということです。はい。で、あとはですね、ライブ配信について、で、もうなので、まあ、とりあえず、なんとか、途切れずにやっていきますということだけです。あんまり新しいことはありませんね。先週と、あとまあ、ちょうど昨日ですかね、土曜日の、ライブ配信、2週分ぐらいですね。まあ、体調不良やや、病み上がりみたいなですね、本調子じゃない状態でやることになってしまいまして、まあ、まあどうでしょうね。いつもと変わってないのか、変わったのかよくわかりませんが、まあ少なくともあんまり調子が良くないような状態でやることになってしまいましたということで、まあ、すいませんでしたということです。はい。ということで、まあライブ配信についてはそんなところです。あ、で、ライブ配信の方で、それをちょっと利用させていただいてですね、次の実況動画のシリーズあたりからマイク変えたりとかですね、動画の作成環境を変えていこうかなっていうふうに思っているんですけど、まあ、そのなんかお試しというか、を、まあ、マイク変えたりとかってですね、そういうのをちょこちょこライブ配信の方でテストさせていただいたりとかっていうことですね、させていただこうかなというふうに勝手ながら思っておりますんで、まあ、その辺のちょっと収録環境を少しですね、ライブ配信の方でも変えていくかもわかりません。はい。なんで、まあ、それ良くなるかどうかってね、ちょっとやってみないと分かんないですが、変わってくることもあるかと思いますんで、まあ、ライブ配信聞かれてる方はですね、多少音質とか、その辺変わってくることもあるかと思いますが、そういうことですんで、ご了解のほどお願いできればと思います。はい。今のマイクですね、声大きくね、撮ってくれるっていうことはすごくいいんですけどね。その代わりこう、リップノイズっていうか、逆に大きすぎてですね、そういうのを拾っちゃう。これでも、なんていうかな、何この、名前出てこないな。ノッチフィルターって言ったかな。ノイズと、リップノイズとかそういうのをカットする、なんていうかな、綿っていうかな。そう、この説明で伝わるかどうかわかりませんけど、まあ、一応そのなんか、ちゃんとしたこう、プロっぽいですね。何あれついてるんですよ。それも買ってましてね。一応こう、
環境だけはちゃんと整えてるつもりなんですが。まあ、しかし、それ入っちゃうのがちょっと難点だったんですけど、まあ、それでもね、昔嫌だったのはですね、とにかく、音が小さいっていうね、マイクの。言うのがすごい嫌で、最低限、まあ、音質の良し悪しとか、ノイズの良し悪しとかっていうのはあるんですけど、声が小さいとですね、もうそれだけで何喋ってるかわけわかんないっていう風になっちゃうのがすごい嫌だったので、とにかく、音大きく拾うっていう、そういうのに特化したマイクなんですよ。ただまあ、ある程度こう、声、大きめというかですね、動画の方を撮れてるというふうに思うんですけど、このラジオを含めですね。まあ、ただその代わり、代償として、リップノイズとか、まあ、入っちゃうと。で、ホワイトノイズの方は、カットしやすいんですけど、リップノイズはですね、ちょっと今の編集ソフトだとカットしにくいっていうことがありまして、まあ、そういうような問題があるということでね、できればもう少しいい、形に変えたいなっていうふうに思っているんですが、そろそろその辺をお試ししていこうかなというふうに思っております。はい。ということですね。まあ、リップノイズについてはね、一つはその、編集ソフトでも変えれるし、あともう一個は、本人のこの技術ですね。口の使い方っていうか、そういうのでも多少軽減できるんですけど、まあ、あとはその、ちゃんとこう、水、口の中綺麗にしとくとかですね。まあ、その辺は一応一応ですね、動画、収録する前に、ラジオとかライブとか全部そうなんですけど、マウスウォッシュとかね、そういうのを結構念入りにやって、口の中はです、綺麗にして、やっているつもりなので、まあ、なんか飲みながらやってるっていうね、それはありますけど、その辺は一応注意はしてるんですけど、ただ技術的に素人だもんですから、まあ、どうしてもその辺が入っちゃうというね、ことがありますんで。その辺を、なかなか今の動画編集ソフトはですね、カットしづらいところがありまして。まあ、ちょっとそこがね、ホワイトノイズはね、だいぶカットできるんで、ライブ以外はですね、動画編集できないライブ以外はホワイトノイズはあんまり気にならないと思うんですが、はい。というところは少し、今後もね、向上させていこうかなというふうに思っております。はい。まあ、僕のその滑舌とかですね、そういうのはなかなかそう簡単に成長しないと、すいません、というふうにね、思うんですが、まあ、機材とかね、そういうので、変更可能なところはですね、可能な限りやっていこうかなというふうに思ってますんで、そっちの方がね、まだ、変わりやすいと思うんでね。はい。というような感じの、この状況になっております、ということです。はい。で、配信関係のことについては、とりあえずそんなところですかね。はい。ということです。まあ、いろいろとですね、まあ、これ、じゃあ、ラジオ聞いている方にはですね、まあ、ある意味、まあ、申し訳ないという、ラジオというか、すいません、ライブ配信ですね、聞いていただいている方には、いろいろ申し訳ないっちゃ申し訳ないんですけど、せっかくちょっと、ライブ配信を定期的にやってるんで、ライブ配信の中でいろいろと、こう、新しい、機材とか、そういうのをね、試させてもらおうかなと思います。で、それで、ちょっとライブ配信撮ってみて、これあんま良くないかなとか、いいかなとかっていうのを、ちょっと、そこをちょっと、テスト版みたいな感じにさせていただこうかなというふうに思ってます。はい。まあ、一応今後のね、動画の向上のためということですんで、はい。そういうような形にさせていただこうかなと思っております。はい。で、まあ、そんなとこかな。はい。ということですね。で、前半の話以上になります。はい。で、少し時間が、ありますんで、後半ですね、少しだけ、自分体調を崩してみてですね、少しコーナーと、合わせてですね、思ったこと少しお話ししたいと思います。まあ、非常にこう体調崩したわけですよ。で、改めてですね、自分でこう体調崩してみて、コーナーの問題ってなかなか難しいなっていうふうに思ったわけですね。多くのね、まあ、どっちかというと男性の方がね、女性よりもその傾向あるのかなというふうに思うんですけど、
あんまり病院行かないと思うんですよね。僕なんかもそうなんですけど、あんまり病院行かない、どうなのかな、やや男性の方がそういう傾向あるかなというふうに思います。僕一応、親族、親がですね、医療関係者なんで、まあ、そういう話も聞くんですけど、男性の方がね、あんまりこう、病院行きたがらないっていうような、こう、傾向があるみたいなんで、ですけど、まあ僕も、そうでね、別に、風邪ひいたからってですね、病院行きますかっていう話なんですね。まあ、よっぽどですね、本当にこう、38度、39度とか、熱すごい出て、苦しくてしょうがないみたいな状況になったらですね、病院行くかもしれませんけど、まあ、そこまで行かないとですね、病院なかなか行かないと思うんですよ。で、今回ですね、僕も体調をすごい崩して、で、腹下して、つつ、熱も1日か2日ぐらいは出て、で、まあ、あとは典型的な風邪の症状に加えて、手足の痛みとかそういうのも出たんで、やっぱこう、ウイルスか、風邪というよりはね、インフルエンザに近いようなウイルス感染みたいな、症状が結構出たんですけど、結論から言うと病院行かなかったんですよ。まあ、家で、誰とも会わずに、安静にしてるっていうね。いうことで、まあ、一週間ぐらい、結構長続きそれでもしちゃったんですけど、まあ、ぶっ倒れてて、で、最終的にそれで、良くなったという感じなんですよね。で、そうするとですね、じゃあ、自分がこれ、まあ、コロナウイルスだったのか、まあ、風邪だったのか、インフルエンザだったのか、それとも、なんかね、別のね、こう、ウイルス感染みたいなね、いうことだったのが、自分も過去にね、何度か、こう、風邪じゃないね、ウイルス感染っていうか、そういうのを、したことあるんですけど、はい。まあ、そういう、ようなことなのかっていうのを、わかんないわけですよ。わかんないわけですよね。で、だから、なかなかね、なんていうかな、誰がそのコロナにかかってるかどうかとかってわかんないんで、難しい話だよなっていうふうに思いましたね。結局まあ、PCR 検査とかね、検査やれやれとかっていうような声もありますけど、結局、病院ね、そんなに行かないじゃないですか。そんな死ぬほどの状況じゃなければですよ。まあ、死ぬほどの状態だったら病院行きますけどね。だから、なかなかね、自分でこう体調崩してみて、だって誰がそのコロナに感染してるかどうかとかね、わかりませんからね、うん。っていうようなね、ことをね、思ったわけですよ。で、これ僕はね、世の中でコロナ騒ぎっていうのが出てですね、初めてこう、体調崩したわけですね。まあ、で、騒がれ始めたのが、3月、4月ぐらいだったかな、いうくらいだったというふうに思います。まあ、中国の方でね、うんぬんかんぬんみたいな話が出てったのは、正確には1月とか、去年か、去年ぐらいかな、なんですけど、日本でこう本格的に騒がれ始めたのが、まあ、今年になってからですけどね。まあ、何にせよ、コロナ騒ぎ起きてから初めて、まあ、風邪なのか、ウイルス感染なのかみたいなね、そういうような症状になりましたけど、もう自分が何だったのかもうわかんないしね。っていうようなことで、ね、まあもちろんまあ人によってね、考え方いろいろとあるでしょうけど、まあ一応僕は、外出るときはですね、マスクはつけてますし、多くのね、店舗なんかは、店にマスク着用っていうふうに書いてあるんで、マスク着用してますし、で、この体調崩してからはですね、とにかくどこにも出てない、誰とも会ってないんでね。まあそういう人に移すとかっていうようなことは、そのリスクはね、抑えてるというふうに思うんですけど、まあ、それ以上にこう何ができるかってね、なかなかこう、難しいですよね。はい。というようなことをですね、思いました。で、ようやっとですね、10月、もなりまして、世間一般でもですね、そのコロナ系の問題っていうのは、ようやっとこう、
ウイルスのね、そういう問題そのものよりも、経済どうすんのみたいな問題の方に結構シフトしてきてるんじゃないかなと、ようやくね、いうふうに思います。まあ良かったですね、それはね。本当に、経済やばいんじゃないっていうのは、コロナ、始まった当初から僕はそういうようなことを言ってましたんで。まあ、とにかく、リーマンの頃のですね、辛さっていうのを、一応自分もこう味わった人間でして、あの頃のね、本当にこう、仕事のなさ、僕はまあ、転職したかったんだけど、転職できなかったっていうね、そういう、立場だったんですが、本当にまあ、きつかったということなんで、まあ、とにかく、一刻も早くですね、この経済の状況を何とかしていかないと、本当に、リーマンショックの時以上にですね、本当にこう多くの人が、厳しい状況になるだろうし、で、まあ、動画投稿とかですね、そういうようなこう、ことに関連して言えばですね、おそらくこうそういうようなことをやる人も減るでしょうね。生活に余裕がなくなるんでね、そこまでやってる暇ないとかっていう。あと、いろんなこう問題あるんですよね。何かが原因で体調崩したりとかですね。そういうことで、結構やめてくる人もね、出るというのは、それはリーマンショックの時に僕はその時は自分は見る側でしたけど、それで結構好きな人いっぱいやめたんでね。いや、動画でも、それでね、やめちゃった人を見てきましたし、ブログ、まあブロガーとしても僕長いんですけど、まあブログなんかもね、やめちゃった人も多いし、あとまあ、個人的に、好きでね、読んでた、こう、漫画っていうか、その同人とかそういうのもあったんですけど、そういうのも、こう、やめちゃったりとかですね、いう、まあ、いろいろやっぱりね、こう、仕事ももちろんそうなんですけど、やっぱり全体的にですね、人々の生活に余裕がなくなってきたりとかね、そういうようなことがあるとですね、なかなかこう、余裕しとでやっている部分のこう、活動っていうのかな、そういうのってこう、やりづらくなってくるんで、まあ、本当にね、こう、経済落ちるとですね、一番こう、切られやすいところからですね、ちょっとずつ切られてくるって、まあ仕事で言えばそれは、非正規とかね、そういうようなところとかっていうようなことになってくるんですけど、まあ、仕事、直接な、こう、それでお金稼いでるとか、そういうようなこと、だけじゃなくてですね、とにかく、こう、いろんなところにですね、派生してくるということで、とにかく、こう、経済なんとかしてもらわないと、悲しいことですが、自殺者、そして、失業者もね、もう、どんどん、こう、右肩上がりに上がってるようですし、はい。1ヶ月分の、9月でしたっけね。先月のこう自殺者の数が2000人増えたとか、なんかそんな感じで。まあ、年間の自殺者ってね、だいたいこう満単位でいるんですけど、もう1ヶ月分ですよ。1ヶ月分のこう自殺者の増加率だけで、もう日本で言えばですね、コロナウイルスの、死者数超えちゃってるわけですよ。千何人ぐらいですか、日本はね。増加率ですよ。増加率。例年から、だから、まあ、自殺と、まあ、ウイルスのあれでね、話が違うじゃないかということは、あるとはいえですね。そう、1ヶ月分の自殺者の数じゃなくて、例年に対する増加率ですからね。増加率の数だけで、現在のこの、コロナの、死者数ですね。たった1ヶ月分の増加率だけで、増えてる。それよりも多いんで。だから、当然ですね、例年よりも自殺者が増加したってことは、やっぱ何が原因かって言えば、まあ今年なんかは、当然、コロナの問題が一番多いでしょうから。まあ全員が全員ではないとはいえですね、コロナが影響してきてですね、自殺につながったっていうような方も、相当数いると思われますから、もう、よっぽど、そっちの方が死者多いじゃないかっていうね、いうことになってきてしまってますんで、まあ、とにかくこう、経済やばいですねっていう。はい。ことはまあ、笑い事じゃないんですが、なんとかしていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。はい。さて、まあ、ということで、30分近くになってきました。はい。ということで、今週のラジオはですね、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、とにかくですね、季節も、
体調崩しやすい季節になってきましたし、まあ今言ったようなですね、コロナのこともありますから、まあとにかくこう多くの方がですね、なかなかこう体調崩しやすいというかな、うん、まあなんか厳しいご時世だと思うんですけど、僕もね、過去一回こう、メンタル病んだりとかいうようなこともありましたけど、一回ですね、崩してしまうと、なかなかこう、ゲームと違ってですね、体力全開まで、一晩ね、宿屋で寝たら体力全開とかになりませんのでね。まあでも、最終的にはやっぱり、自分の体をこう、そこまで痛めない、ようにね、生きていくっていう、そういうこう、バランスを持ってですね、やっていくっていうのが、こう、大切なのかなというふうに思いますんで、まあ、なるべくこう、ポジティブにですね、生きていきましょうということです。はい。ということで、今週のラジオはですね、この辺で終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。また、次週のラジオでお会いしましょう。